はい、60歳以上の経営者の方のですね、年金受給に関するご相談をたくさん受けておりまして、でその過程でですね、毎日本当に驚くことがありますのは、中小企業のオーナー経営者の方が、年金に関してですね、誤解というか勘違いをされている結果、もらえるはずの年金をもらえることができてないという、ことが大変多いなということを実感しております。で今日はですね、よくある誤解ということで、こんな誤解をしていませんかと、社長の年金についてこんな誤解をしていませんかということをですね、ピックアップしたいと思います。たくさん、申し上げるんですけども、代表的なものはですね、まず支給停止となっている年金は後からもらえるという誤解ですね。これはいろいろなものがあります。65歳になったらもらえるとか、70歳になったらもらえるとか、あるいは役員を退任したらもらえるとか、いろんなパターンがありますけれども、とにかく支給停止となっている年金は後からもらえるというふうに思っていらっしゃる、勘違いがまずとても多いです。であともう一つはですね、よく似てるんですけども、支給停止となっている年金は後から増えてもらえるというふうな誤解も大変多いです。で3つ目の誤解はですね、年金は今すぐもらうより、これ老齢厚生年金ですね、支給停止になっている年金は今すぐもらうより後からもらった方が得と、こういう誤解が大変多いですね。あとはですね、どうせ年金は支給停止なので、請求手続きはしても無駄であると、こういうふうな誤解も大変多いです。あとはですね、よくあるのは、報酬が高いと、年金はもらえない、どんな年金も報酬が高いともらえないという、こういう誤解も大変多いですね。特別支給の老齢厚生年金とか老齢厚生年金は、報酬と年金との調整の仕組みがありますけれども、例えば老齢基礎年金と、それから差額加算と言われるようなものですね、65歳以降でもらえるものの年金の中には老齢基礎年金と差額加算というものもあります。これらは全然報酬との調整の仕組みは関係ありませんのでね、いくら報酬が高くても全額受け取っていただけるとかですね、そういったことで、とにかく年金ということで全て一緒くたに考えてしまって、報酬が高いと年金もらえないという誤解も大変多いです。以上ね、たくさん挙げましたけれども、どれかそういうふうに思ってたという方がいらっしゃったらですね、ご相談いただければ、年金がもらえるようになる可能性がありますのでね、ご関心ございましたらお問い合わせください。